いた、講師はあそこだ。報道団の人と話してる？君たち、俺がここに来た理由わかるよね？いきなり何なんだお前。仲間になりたいならはっきり言うが、お前みたいなチャラいやつはお断りだ。想像力が豊かだね。スネーシナや女皇陛下の名において君たちの無礼を許そう。さあ我が名を聞くがいい。お兄ちゃん、今おもちゃの営業してるの？すごい、お兄ちゃんの仕事しているところを見てみたかったんだ。あ、我が名は、スネージナヤトップのおもちゃ売りだ。かっこいい。ああ、なんか俺たち舐められてないか？で、どうだい？3ヶ月前に出たスネージナヤのおもちゃ、値段は、60万モラ。一括でお願いね。おもちゃ？いくらだって？その金で医者に見てもらうつもりか？ほら、やっぱおもちゃ販売員がいるとみんな楽しくなる。もう一度言うよ、スネージナヤのおもちゃ、3ヶ月前、60万モラ、一括で。おもちゃ売りさんよ、同じ冗談も2回目は面白くないぜ。それとも単に殴られに来たのか？はあ、話が進まない。こうしよう、俺がしばらく君たちの仲間に入ってあげるから払ってくれない？ますますわけがわからない。お前ごときが報道団に入れるわけないだろ。では実力を証明するチャンスをくれないかな、先輩たち。一応自信があるからね。ふっ、諦めの悪いやつだな。いいだろう、お前の実力を見せてもらおう。俺たちがここにいるのはこの付近でお宝を見つけたからだ。しかしそのお宝は手強くてな、まだ手に入ってないんだ。俺たちの前でそのお宝を手に入れたら認めてやる。もちろんそのお宝は俺たちのもんだからな。冗談はやめろよ兄貴。こいつにできると思ってんのか？入団テストってことだね。面白い、他人に試されるなんて久しぶりだ。お宝は向こうの崖だ。お前の本気を見せてもらおうか。問題ない、君たちこそちゃんと見届けてくれよ。